始めやるはい、こんにちは。久しぶりに動画を撮ってます。今日は今日は4月の7日です。さっきね、第一銀行ってとこに行って、なんか台湾でレシートがくじみたいな感じでなったんやけど、それが1万元当たったんで、それを引き換えに行ってきました。はい。で今一回帰ってきたんやけど、このあと準備し終わったらもうすぐお家出て、今日はモンシー大っていうあのデパートに行きます。でデパート行って多分見て回るんやけど、夜ご飯にモーモーパラダイスですき焼きを食べます。もうね、ずっと楽しみにしとったと、そのすき焼き食べるの。そう、今この部屋は私の部屋じゃないんやけど、今台北じゃなくて高雄に遊びに来とって、ずっとここに泊めさせてもらっているので、そこで動画を撮っています。はい、秋竹は元気ですはい、じゃあまた後でお家出たら撮りましょう。バイバイ。台湾来てから一回も髪切ってないんやけど、めちゃくちゃ伸びました。あと髪のなんか量も多くなりました。ずっと切ろう切ろうって思うんやけど、なかなか切る時間がなくて、時間とお金がなくてね。なんか最近、先月3月誕生日やったんやけど、3月すごいいろんなところにお金を使って、特に交通費がすごかったんで、お金が足りなくなりました。本当はね、髪切りに行こうと思いよったんよ、そのもともと予定しとったお金で。でもそれも使って何回か高尾に来たので。でも髪長いの似合う？似合う？似合う？短いのも似合う？こんくらいにしようかなって思う。切るならね。この辺。最近はね、待って、いつから撮ってないか忘れたけど、最近あったことといえば、まずバイトを始めたくらいのことからね。まずバイトを見つけました。台北で土日のバイトなんやけど、そのバイトを週2で入っとって、あとは歴史学科から日本語学科に、あれ、学科チェンジしたくて、最近なんかいろいろ手続きしとるっていうのと、そんくらいかな、変わったことといえば。それが開示でございます。あと夏に日本に帰ろうと思ったんやけど、なんか何やったっけ、台湾の居留証を台湾に戻ってきた時に更新したんよ。でそしたら居留証が新しくなったけ、なんか保険証を作るのに絶対半年間は台湾から出ちゃいけんらしくて、7月の7までは絶対台湾おらんないけんって言われたけ、多分夏は帰れなくなりました。はい、夏は帰れんかな、多分。そんな感じです。そんな感じなんですずっと目を吸いてフィーI'm
今からバスに乗っていきます。行きます。なんもない、そこだけ。うん。何もモーパラダイスに来ました。になりました。ソーリー。おお、じゃじゃーん、恐竜。なんか今ね、モンシー大の屋上に来たんですけど、恐竜。ここに観覧車があるので乗ってみようと思っています。恐竜かっこいい。なんかすごい恐竜のゲームがいっぱいある。でも人は全然おらん。はい、一番上まで来ました。
カカオ。今からお家に帰ります。ピンポン大体だ。今9時55分え10点うん、はあ、高いよ。今から乗って、メンツダウナリ。後一站。1、2、3、6個乗ります。はい、この後。エンディングを撮り忘れたので今アフレコをしています。はい、じゃあまた次の動画も見てくれると嬉しいな。バイバイ。